はい、どうも GT です。今回は、トレーニングモードでちょっとスナイパー練習しながら、スナイパー練習っていうかAIM練習しながら、あのコミュニティの四つ目のコミの100人ん、コミュニティ参加100人突破企画ということで、ちょもう何が言いたいのか整理してから言えって話ですけど、企画ってことで、今回プレステ3でモダン3をちょっとプラベで開催しようかなと思っているんですけれども、この詳細については、詳細っていうかこのことについてはつい最近マインクラフトの動画で、話しました。ですけどやっぱりマインクラフトの動画だといつもコットのために俺の動画を見てくれてる人がいるので、少し再生回数が低くて少なくて、あ、これじゃあ全員伝わってないなということで、コットの動画にしてもう一回詳細というか、そのことを話そうかなと思ってます。とりあえずこのゲームのあれ、このゲームはエビオでトレーニングモード、ルーキーボット相手にちょっと遊んでるだけです。で、その詳細についてないんですけど、いつやるかとか何をやるかとかはまだ決まっていません。で、まずとりあえず決まっていることはモダン3、プレステ3で、 PC 版ではなくプレステ3でモダン3のプラベを開催します。多分ですけど、そのプラベでフリーフォール、ガンゲーム、インフェクテッドなどなど、まあプラベ楽しいゲームルールをやっていこうかと思います。多分ガチでやることはないと思います。それでもし見ている方々でこんなことがやりたいとか、こんなことの方がいいんじゃないかとか思っている方がもしいましたら、ぜひコメントの方に書いてください。その企画をいただくかもしれません。で、一応決まっていることはさっき言った通りプレステ3のモダン3でプライベートマッチを開催しますということだけですね。はい、まあ多分開催時間とかは多分夜8時から9時、もしくはその他の人の都合により夜中がいいという方がいれば夜中、まあ1時とか12時から2時の間とか、まあ他の方の都合により開催時間は変わってくると思います。まずこっちで何時に開催するというのを決めて、それで参加できない方がもし多数いた場合は時間を変えてなるべく多くの方が参加できるようにしたいと思います。そしてあと一つ、コミュニティ100人突破本当にありがとうございました。ちなみに今武器エルクロ可変ズームスコープですけど、なんでいつも拡張マガジンを使う俺がちょっと可変ズームスコープを使っているかというとですね、あの可変ズームの方が当たるんですよ。といっても低倍率のは苦手なんで、低倍率の状態だと当たらないんですけど、リスポーンした状態で、まずこの低倍率の状態じゃないですか、リスポーンしたらすぐに倍率を変えます。こうすることで、普通のスコープと同じ倍率になるので、これでやるんですけど、なぜいちいちそんなことをしてまで可変ズームスコープを使うかというのを言うとですね、可変ズームスコープの方がなんて言うんですかね、覗き方が違うんですけど、てか違う感じがするんですけど、可変ズームスコープの方がポンポン当たるんですよ。
多分推測なんですけど、あの BO って覗いてる間になんか覗き切って一気にこういう風にモダンみたいにこういう風になるわけじゃなくて、覗いてる途中もなんかズームしながら覗いていくじゃないですか。こうグインってグインって、その覗きながら倍率がアップしながら覗いていく状態っていうのが、あの普通のスコープの方が長い気がするんですよ。だからなんかそれが合わせにくいのかなと思って、つい落ちてる可変ズームスコープを使ってみたら、あれ当たるみたいな。まあランクまではそんなに使ってないですけど、とりあえずランクまでは比率2を目指したいので、アサルトとかしか使ってませんね。あと3マシンが。ちなみに今更なんですけど、ビオクリンコフ中武器扱いされてましたね。ちょっとネットでいろいろ探してたら発見したんですけど、中武器だったらしいので、あの使うのをやめました。今まで使用してて本当にすいませんでした。ファマスもですね、今使ってるのはクリンコフの代役として、MP5 で、ファマスの代わりとしてコマンドです。ちなみに今マルチでのレベルは、あ、これもラスキルだ。マルチでのレベルは49、もう1レベルで最終レベルです。ちょっと一発でマジお願い、なんか決めたいな。なんかかっこいいショット決めたいですよね。お、いいんじゃないか今ので。まあもしいい企画があったら、ぜひぜひコメントでバシバシ言っちゃってください。お願いします。ではご視聴ありがとうございましたとか言いながら成績を見せてから、ご視聴ありがとうございました。